別に。ない。何にもない。来ないで。近づかないでよ。どいて。邪魔。邪魔しないで。触らないでよ。邪魔だって言ったでしょ。ほっといてよ。どうして私につきまとうの。そういうあなたは何しに来たのよ。人がどこで何してようと勝手じゃない。なんでそんなことするの。頼んだ覚えもなければ言われもないわ。私は他のみんなとは違うの。勝手に仲間扱いしないでくれる。仲間、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 仲間。またそう。あなたはそんなことを言ってばかり。そういう馴れ馴れしい偽善的な関係、吐き気がする。それからもう一つ、あなた昨日私が言ったこと聞いてなかったの。私は脱出したいなんて思ってないから。だから仲間なんかじゃないの。日本でもドイツでもアメリカでも同じ。いい？私は仲間じゃない。だからもう二度と話しかけないで。話しかけないでって言ったでしょ。え？
なさい、クラナリさん。クラナリさん、顔ちょっと腫れてます。小町さんはもうしばらくしたらこのフロアに戻ってきます。ですけど、もし彼女を見つけてもあまり責めたり怒ったりしないであげてください。少しの間彼女の思う通りにさせておいてあげた方がいいと思うんです。今の小町さんは相当ナーバスになっているんじゃないでしょうか。彼女には何か思うところがあって、いろいろ胸の内で考えていることがあって、今は誰の言葉も耳に入らない。今はまだ素直に聞くことができないんですよ、きっと。怪我のことはもちろん気がかりですが、しばらくそっとしておいてあげましょう。もし彼女の身に危険があれば皆さんにすぐお知らせします。ですからあと少しの間だけお願いします、クラナリさん。小町さんがここにいるのは偶然ではない気がします。詳しいことは私には分かりません。私は今まで彼女のような事例に出会ったことがないんです。データがありません。ですが小町さんは確かに何かしらの事情をお持ちのような気がするんです。たやすく触れることのできない事情、他人には容易には理解することのできない何か、彼女が足の怪我を押してでも行動しなければならないほどの理由、それを感じるんです。